ついこの間脱会した人、声がだんだんうんそうですよ。はい。あとこちらの方は私初めてですよね。ちょっと自己紹介がてらさ、何の宗教だった人で誰に紹介されてどうなったっていうのを教えてもらえます？あと体験とかあれば。検証会に入ってて、尾道のお寺の伝送運転さんに行って、はい、で3万円で、はい、僕が説明していいですか？はい、説明してください、お願いします。さんが、はい、東田さんによって入って、さんが釈仏をしたさんという方に釈仏された。すごーい。じゃあトントントン。そうですか。それで、はい、理解しないかもしれないんですけども、うん、もう早く検証をやらなきゃいけないと。ね、うん、さんは、うん、ここで50回やったんです。はいはい。なんですけども、うん、ちょっとこちらお見えになった時に、うん、私お山にいてでいなくて、はい、でそれでもうやばいと思ったんでしょうね、早くやらなきゃって。でご自身単身で寺に行った時に、うん、たまたまいた高等さん、婦人部長さんが紹介者という形になって、はい、ご受戒を受けた。ああ、なるほどなるほど。はい。言わんとしていることわかります、わかります。意を持って拝しました。はい。まあでもどの道さ、その検証会の時のそのなぜ辞めたくなったか、そういうそのなんか現象があったり疑問を持ったりしたわけでしょ。その辺のうち差し支えなければ体験談として聞ければありがたいなと。検証会は、なんか、快感がたくさん出てきて、なんか、ご本尊さんじゃないかなと思って。それは、なんとなく思ったわけね。何かネットの情報を見たとかじゃなくて。へえ、すっげえ、すっげえ。本尊は一体どこから来てるのかなって。おお。なんか、いかにも、なんかコピーみたいな。すごい感覚感性ですよ。珍しいですね。そこをダイレクトにいきなりビンってくるっていうのは。ちなみにさ、最近の指導ではさ、半町以上はカフするっていう。なんか拠点、自宅拠点、進ま広げちゃったんですか。はい。はっきり読んだ俺。半町。もうバカだね。本当に浅井さんって自分はかつて自分は何言ったかを。まるっきり分かってないわけですよ。日刊商人のご本尊数百体、それが全国の班長の数が数百人の中に収まるわけないじゃんね。いや、もう人本当にだから一つ僕気づいたのが、浅井翔英っていう人間は、自分のこの整合性のないことを積み重ねてきてるじゃないですか、だから前言っていたことを全然なんていうか、何にももうそれがなかったかのようなことを言いますよね、はい、その疑いを消すためにでかいこと言うじゃないですか、でかいこと、はい、これを繰り返してきた結果、全てがそうなんですよ。だからご本尊にしても妖拝言行でいいんだって言いながらも、最終的にはこのご本尊家父に走ろうとしてるじゃないですか。そうですよね。半町以上はもう全てっていう。だからもう面白くてたまらない。そう。図朝七分っていう標本もね、図朝七分ってこういうことを言うんですよっていう代表格の人を表したみたいなんです。池田大作はもうそれをリアルに言わなくなっちゃった。もう引退っていうかいなくなっちゃって世の中に。浅井さんはまだそれをストレートに言い続けてるじゃないですか。いやー、図朝七分が極まるとこれだからストーリーとして浅井翔英っていうもし映画ができたとしたら、この狼少年が狼おじさんになって狼じいさんになってで来世は狼です。多分すまないでしょ、狼じゃ無限人狼まあまあそうですね。そうですよ。そんな狼なんてご立派な動物生まれてくるわけがない。そうですね。だからもう一部始終をですね。見せてくれると思って。